はい、おぼちゃんチャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏教堂小林です。ファンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日も早速質問の方行かせていただきます。お願いします。はい、こんにちは。質問なんですが、先日父が亡くなり、遺品整理といいますか仏壇の中を整理していると、父が生前大事にしていた数珠が出てきました。私から見ると一見プラスチックのように見えます。ちなみに色は黄色、黄色っぽい半透明のような感じです。私は女で嫁いでいて、仏壇を面倒を見ていく人間がいなく、仏壇の処分を考えています。その際、その数珠だったりも処分しようと思うのですが、万が一高価なものだったらとか下心もあったりします。プラスチックのような高価な数珠だったりあったりしますかね、という質問が来ております。なるほど、はい、なるほどね。興味深いです。興味深いですね、はい、これまあ仏壇をこう処分されないといけないというのはちょっと寂しいです、ね、そうですよね、はい、だからもうね、あとは面倒見ていかある方がいらっしゃらないということ で、うん、それはもう仕方ない。仕方がないですよ ね、 ですよね、うん、でその中から、はい、こうちょっと黄色っぽい半透明な数珠が出てきたと、ね、生前お父様が大事にされてはったということで、はいはい、でこれまあプラスチックかなと、はい、で処分しようかなと思うんやけど、はい、高かったからなという質問でございますね。はい、はい、これね、でもね、本当にね、はいはい、高価な可能性があるんですか。あるんで、あらあら、はい、いろんな質問いただいてよかったかもしれませんね。そうですね、はいはいはい、どう高価なものになりますか。おそらくですよ、はい、こちら。なるほど、はい、本琥珀。琥珀。なるほど、琥珀、はい、琥珀ね、ええ、さっきもちらっと思ってたんですけど、はい、たださん、あのちなみに 2年ぐらい前かな、うん、あまちゃん見たことあります。あのね、あの NHK ドラマ、僕結構そういう流行にね、鈍感で見てないのか。はい、琥珀のベンさん知らんな。申し訳ない。多分ね、見てはる方ね、うん、半分ぐらいは多分アマちゃん知ってると思うんですけど、はい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 、ずっとね、琥珀をね、こう取りに行って磨くベンさんっていう人がおってね。なるほどね、はい、だから結構その知識で言うと、はい、琥珀ってなってくると、こう中にこう虫が入ってたりとかするとめっちゃ高価だったりとかっていうのがベンさん言ってましたね。おっしゃる通りで、はい、琥珀ってなってきたらすっごい高価になるんで。なるほど、その可能性があるんで。これはすごい高価な。そうですね。何なんですかね。ちょっと処分はまだ考えた方がいいと。処分考えた方がいい。ああ、処分考え、処分は考えない方がいい。考えない方がいい。これは持ってた方がいいと。待っていただいて。はいはいはい、はいはい。ちなみに琥珀を言うと、はい、その、天然樹脂。天然樹脂が、まあ、数千万年かけて。ああ、なんか言ってたような気がするな、はいはい。化石になったものなんで。あ、だからこれは化石になるわけですね。そうなんですよ。すごい希少価値があって。なるほど。はい。で、さっきおっしゃってはった、あの、虫、はい、虫、はい。とかがそのまま入ってるようなものになってくると、多分目つけられへんちゃうのかなっていう、ね。もうその何百とか。もしかしたらね。はい、でちなみに、まあ、うちの商品。はいはいはい。はい、これもまあ、玉大きいんですけども。はい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 。これで。何本ぐらいしますこれ。35万ぐらいは。っていう商品なんで。35万するんですか、はい、一見まあプラスチックに見えへんこともない。まあ確かにね、こう、うん、その、言われてみたらね、はい、水晶とかとやっぱちょっとちゃいますからね。そうでしょう。だからその冷たくもないですし、そうですね、そんなに重さも感じない。感じは軽いですね。だから、ね、粘っともしますよ。こちらが普通のプラスチックなんですけれども、うんうんうん、ただ感触ちょっと違うでしょう。あ、まあ確かにね。粘り気あるな。粘り気がちょっとあるような感じで。ああ、やっぱ化石やから。はい。これはだからもしかしたら、そうやね、はい、だからこれでもその物見てないからね、何とも言えないですけど、だからもしあれやったら、はい、ちょっとこう近くの仏壇屋さんに行ってもらって、ちらっと見せてもうてもいいかも分かりませんね。鑑定した方が、見てしてもらった方が絶対いいと思います。そうですね、はい、もし効果やったらね、顔を持てもなかなかね、なかなか、そう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 、はい、あれですからね。あ、ちなみにごめんなさいね、はい、豆知識なんですけど、はいはい、その琥珀の子はい、の中に、その、はい、まあ、王辺に、虎って書くんですけど、はいはいはい、なぜ虎が入ってるのかっていうね。なるほど。うん、これ、古代の中国で、その、この琥珀っていうのは、その、虎、はい、動物の虎ね、うん。虎が、その、亡くなって、溶けて、なるほど、それになったみたいなね。ああ、水彩が。なるほど。だから、その、これは言うたら虎が溶けて、こうなったみたいな。だから、琥珀と。なんか色もなんか虎っぽいでしょ。確かに。はい。実は違う、ね、天然樹脂で、まあ、正解は天然樹脂やったと。数千万年かけてね、はい、数千万年やからね、素晴らしいですよ。やっぱりこう、ほんまの本琥珀やったらね、はい、ものすごく大事にしていただけたら、そうですね、一回ちょっとよく分かってある人に見ていただくというのが一番いいかもしれないですね、はいはい、
今日勉強になりました。いえいえ、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。